アリスティルスは雨の海の東に位置する月のクレーターである。真南にはアウトリコスという小さなクレーターがあり、アウトリコスはアルキメデスという大きなクレーターの南西にある。雨の海の南西は月の入り江という名前が付けられている。北東にはテアイテトスとかシーニという二つのクレーターが存在する。 アリスティルスは噴出物による広くて不規則な周壁を持っている。周辺にある海は表面が滑らかになっているので、クレーターの周壁と海を区別することは容易である。アリスティルスの光以上は 600km 以上にわたって伸びている。クレーターの円はほぼ円形の形状であるが、わずかに六角形の形状となっている。内壁は大地のようになっており、 溶岩が流れ込まなかった比較的荒い内部に向けて内壁は下っている。クレーターの中央には3つの山があり、それらは約 0.9km の高さとなっている。アリスティルスの周壁北部には昔のクレーターの名残がある。これは昔あったクレーターが雨の海周辺に流れた溶岩に沈み、円だけが突き出たものである。雨の海にある地物の小サイズ。 アリスティルスは E の場所にある。アリスティルスのごく近くにある小さな無名のクレーターについてはアルファベットを付加することによって識別される。ありがとうございます。